よいしょー、農業シーズン2016年も農業頑張るぞ。ということで今日はね、じゃがいもを中心にね、いろいろ植えていきたいと思います。まあね、今年はね半分ほどこうやってきてくれてるんでね、で残りをね今日片付けちゃいたいと思います。今年こそはね進化したね私のね桑さばきっていうのをねちょっとお見せしようかなと思います。下の方でね、去年のとね、比べて置いとくからとか、うん、多分変わってないと思うから。はい、今年もヘッポコライチ君です。いやもうこれ昨日ね、多分ここら辺に出しておくんだけど、昨日切ってね干しといて、種芋を作りましたね。ここら辺ちゃんと見せてください。はい、映ってる？映ってる？可愛くしたいの？可愛くしたいの？これなんすか？え？なんか落とされたんだけど。何の棒？これで何？一発でやればいいの？あ、幅、はいはい。この感覚で、芋を置いていくみたいです。なんか一発芸やれって言われたのかと急に渡されたからね、無言で渡されたから。でも物ボケはあんま得意じゃないから。はい、これ並べていきます。はい、もう並べていきますよ。これはどちらさんの位置ですか？これは何だろう。牛。はい、牛さんの位置くんです。肥料です。あ、肥料です。はい、これをね、さっき置いてた芋の間っこに。これどんぐらい置いてきゃいいんですか？適当？適当。少なすぎなきゃ OK？ はい。じゃがいもにかけちゃいけないのはなんでですか？肥料を直接かかると、うんち臭くなっちゃう？あ、違う。腐りやすくなっちゃう。
やすくなる。はい。なんだ、芋できた時にうんち臭くなっちゃうだろ。バカだんべー。ご視聴ありがとうございました。ナチュラルライチです。ご意見ご感想があればコメント欄にコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくね。